ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は糸井商事の提供でお送りします。ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は群馬初のプロ野球チームルートイン BC リーグ群馬ダイヤモンドペガサスと、今話題の e スポーツで群馬をもっと元気に、もっと楽しくしていこうという情報番組です。ナビゲーターの松本明子です。今週は e スポーツの話題をお届けします。来年2月、 e スポーツを通じて地域を盛り上げようと、群馬 e スポーツアワード、通称 GEA が上毛新聞社主催で開催することが決まりました。GEA は群馬県在住や在学在勤の方をターゲットに、群馬県民が広く e スポーツに親しむための入り口として、県民による県民のためのイベントを目指し開催されます。内容は e スポーツ競技部門と関連したアイディアを競う部門の2部門を中心に実施される予定です。そして GEA は糸井商事が特別協賛、運営として糸井ホールディングス群馬 e スポーツが参加します。秋頃から冬にかけてエントリーや予選を行いながら、県民が e スポーツに親しむための企画も展開していく予定とのことです。今後の群馬県内での e スポーツの盛り上がりに期待しましょう。ウィークリーピックアップ。このコーナーはペガサス注目選手やイベントなどをピックアップしてご紹介します。今週は e スポーツのイベント、レッドブル 5G 東代表決定戦をピックアップ。昨年5年ぶりに開催されたレッドブル 5G、 惜しくも西チームが勝利したため、2022年のファイナルは9月に福岡での開催が決定していますが、東チーム代表を決める戦いがここ群馬県で開催されます。7月17日18日の両日、群馬県内の施設で開催。オフライン無観客開催が発表となっているこの代表決定戦、今年もトップスポンサーを務める糸井ホールディングスの呼びかけにレッドブルジャパンが応じ、観戦ツアーの開催が決定しました。各タイトル40名、群馬県に在住や在学在勤、どれかを満たす方が参加できます。現在応募受付中。詳しくは群馬 e スポーツのホームページをご覧ください。当日は YouTube での公認配信も決定。メイン MC には私、松本明子が決定しました。こちらもお楽しみに。以上、ウィークリーピックアップのコーナーでした。さて、週末のペガサスはビジター戦が続きます。明日からの2連戦は北地区1位シナノグランセロズとの直接対決。ビジター球場まで足を運べない方は配信などでチェックして、群馬から選手にエールを送ってください。それではまた来週。この番組は糸井商事の提供でお送りしました。